では両チームのメンバーです。まずはホームの新潟、ゴールキーパー小島、藤原、田上、千葉、堀米の最終ラインです。秋山と今日は島田譲の中盤のセンター、水戸、伊藤亮太郎、篠塚、一平篠塚と並べて最前線にチームトップスコアラーの谷口です。一方の津江県金沢のメンバーです。ゴールキーパー白井、松田陸、今日松本スタメンで最終ライン、庄司、長峰のバックフォーです。藤村と力安の中盤のセンターのコンビ、右に平松、左に島田慎太郎、杉浦恭平と大谷の2トップを予想しております。さあ、そしてアルビレックス新潟、高木義明選手です。4月23日の長崎戦、第11節です。J リーグ通算300試合出場を達成いたしました。遠目から狙っていった、ミト、キーパー、キーパーの位置をよく見ていました、ミトの右足。かわしたチャンス、フィニッシュ、キーパー、セカンド、まだある、切り返す、藤原がフィニッシュいきました。1人倒れています、金沢です。新潟、千葉落としてチャンス、入れてきた、流れてシュートだ、水戸の右足、最後はサイドネット。島田の左足、低いボール、あるいは直接というようなキックでした。おお、ここ取り返します。前線、杉浦へチャンス、杉浦フィニッシュ、キーパ ー手数をかけずに杉浦恭平のフィニッシュまで、はい、金沢がチャンスを作りました。素晴らしいですね。オープンの右サイドにボールを配球しました、はい、藤原からサイドから水戸、水戸です。長峰の対応、こぼれたボール、島田、伊藤が前を向く、篠塚、伊藤、谷口、伊藤の右足、先制新潟、開始31分、伊藤亮太郎の右足から今季ホーム負けなしの新潟が先制。中央を、ね、うまく崩しましたよね、はい、まあ、相手が絡んだっていうのもありますけど、こういうのがなかなかなかったですよね、はい、一本出ましたね。一平篠塚、そして谷口とうまく絡みながら伊藤亮太郎です。後ろから千葉も参加、藤原も高い位置を取っていますが、間を通して島田、そして伊藤入ってくるチャンス、伊藤中へダイレクト、左足、キーパー、ナイスシュート、水戸、そしてナイスセーブでした、白井です。素晴らしいセーブでしたね、毛利と松田、いい、ね、そして中へ通したチャンス、小野原経由して左へサポート、入れてきた、長峰のクロス、うん、いや、素晴らしい攻撃だったと思いますね、はい、抜けてきた、後ろから取り返します、伊藤、細かいタッチで流れながら反転して抜き返したチャンス、流して右足、秋山、至近距離からの秋山のシュート、ここはしっかりとセーブしました、白井です。巻いてくるボール、ヘッド、うん、今完全にフリーになりましたね、
そして長い笛、タイムアップのホイッスル。逃げ切った新潟、これで7戦負けなし、今季5度目のシャットアウトゲーム。4月を負けなしで乗り切ってきましたアルビレックス新潟。5月最初の1戦もホームで白星、これで今季のホームゲームは6勝1分け負けなしです。